皆さんこんにちは、 DOT 劇団X のどうもトトです。今日はこちらです。はい、こちらでございます。原宿スクイーズショップ2でございます。で、今回はですね、先ほどガチャコーナーに行ったら、こちらの原宿スクイーズショップと書かれたスクイーズがあったので、早速ガチャで回してまいりました。ということで、まずはこちらを開けていきたいと思います。さあ、どんなスクイーズが手に入るのでしょうか。はい、ということで開けてまいりました。で、今回私が手に入れたスクイーズはこちらのでっかいパイナップルになりますね。で、触り心地はほらこんな感じで、まあ普通のパイナップルとは違い、すごく柔らかいです。ほら見てください。それにしてもまあ柔らかいんですけど、まあ結構リアルに、まあ再現されていますね。そしてボールチェーン付きです。はい、ということで今回はこちらの原宿スクイーズショップ2を紹介してきました。で、感想はですね、まあ、実際に原宿に行ったように、まあこのような今までにはないフルーツのスクイーズが手に入ったということで本当に嬉しかったです。で、皆さんもこちらガチャコーナーに置いてあるので、ぜひ気になった方は回してみてください。この DOT 劇団 Z チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。グッドバイ。